りょう田中。はい、こんにちは。ニューヨークでドラムやってます、田中亮です。本日はですね、ちょっと趣向を変えて Vlog 的なものをやってみようかと思って、うちの家と、まあ、近所ですね、どんなところに住んでどういう生活してんのかみたいな、ちょっと垣間見えたら面白いかなと思ってやってみたいと思います。はい、というわけでまずはですね、今座ってるこの位置見えますかね。これ普段練習してるドラムセットです。こっち向きで撮るとめっちゃこれ撮りにくいんですけど、こんな感じで、まあ自分の部屋にドラムセットがありまして、こっちの後ろ奥側ですね、この辺が普段いつも撮影している、めちゃくちゃ難しいですね、撮影しているあたりで、ここにパソコンが今ありますね。このパソコンで今動画の編集作業をやったりしてます。で、現在編集をもっぱら計算させているところなので、しばらく待っている状態です。はい、じゃあちょっと撮りにくかったのでカメラを切り替え、方向を切り替えて、ちょっとリビングの方に出てみましょう。洗濯物映ってて申し訳ないです。これ自分の部屋から出るといきなりリビングで、ここにドラムセットとかアンプとか置いてあって、なんかみんなのリハスペースみたいな感じですね。まあ、基本的にこれ住んでる人、このアパート全体3階建てなんですけど、全員ミュージシャンで全員友達みたいな感じなんで、まあ好きな時にリハしてみたいな、お互いまあ常識の範囲内で音出せる環境になってます。で、ちょっと出ると、まあこうトイレバスがあってキッチンがあるという感じですね。なかなか散らかってはいるんですが、まあ、いろんな人が出たり入ったり入れ替わりの激しい家なので、キッチン道具は無駄に多いです。やたらごちゃごちゃしてます。で、今ルームメイトがね、こっちの奥に行くと3部屋あるんですけど、自分の部屋でドラム練習してますね。いい感じのグルーヴが聞こえてます。さあ、ちょっと今ねパソコン計算させてるんで、この間に近所のあれですね、こっちの道をこう向こう側の方に行ったところにですね、コインランドリーがあるんで、そっちの方まで行ってみたいと思います。はい、じゃあ外に出てみたいと思います。よいしょ、ちょっと手ぶれしてるかもしれないですけど、こんな感じの近所、結構ねこの辺もともと、まあ言ってみりゃ低所得者層の人が住んでるエリアだったりするんで、街がね、まあ、若干汚いですね。ただここ近年、お金持ちとかがだんだん移り住んできたりして、微妙にこう区画によってはね、あの地価がめちゃめちゃ上がって家賃が急上昇したりしているエリアですね。まあ、ここ周辺は僕の住んでるブロックあたりはまだそんなではないと思うんですが、でこんな感じで、まあアメリカなんでね、基本的に車の駐車は家の中じゃなくて路駐なんですね。たまに家の中に駐車スペース持ってる人はそこに止められるっていう感じで、そうでない場合はもうあれですね、路駐して、でもこれ1週間に1回決まった曜日と時間にですね、掃除が来るんですよね。なので、あ、これ書いてありますね、見えるかな、こうマンデー9時半から11時半、この間は、区間は車をどかさなきゃいけないっていう、だからこの時間になったらこの歩道寄りに止めちゃいけないんで、道の真ん中に全員整列したりとかね、そういう謎の光景があったりします。というわけで、そこの緑の看板がランドリーですね。入ってみましょう。開いてるかな。これ朝来た時ね、めっちゃ混んでたんですよ。お、開いてそうですね。じゃあここで入れていきたいと思います。はい、というわけで今両替してきました。基本的にね、これコインしか使えないんで、1ドル75セント7枚入れます。感じでね、日本にいた頃は家に洗濯機あったから、コインランドリーなんて使ったことなかったんですけど、最近はでも日本でもあるみたいですね。なんかフランチャイズ的な、いろいろ投資対象とかになってるらしくて、
回りましたね。まあこれ20分ぐらいかかるんで一旦お家に帰ろうと思います。はい、というわけでね、じゃあお家に向かって戻りたいと思います。まあこんな感じでね、この辺のエリアはこうやってまああんま人いないですけど、基本的にあんま日本人とかいないんで、まあ異国文化、なんていうんだ、異国風情を感じられるというか、まあでも最近なんかね、ちょこちょこ中国人の人とか増えてきて、近所の公園たまにジョギング行ったりするんですけど、昔は全然いなかったのに、最近はね、中国系のおばちゃんがたまって集団でなんかね、剣を、剣を振ったりね、朝の体操したりしてるんですよ、うん、そういうのもちょっと撮ってみたら面白いかもしれない。ちょっと仲間に入れてもらうとかね、一緒に剣振るって、ね、振り方わかんないけど、暑い中ね、これ洗濯するのにこれ、ね、ヒートテック今着てるんで、暑いのになんでだよって話だけど。はい、というわけで戻ってまいりました。まあ、こんな感じで普段の生活が垣間見える、まあ、アメリカの雰囲気とか若干伝われば面白いのかなと思って、とりあえず撮ってみた次第です。またなんかね、それこそさっきのあの近所のおばちゃんの剣の体操とかなんか面白そうなのあったら撮ってみようかなと思うので、お楽しみにお待ちください。それではまたお会いしましょう。